はいどうも、アキです。プロスピ A やっていきます。はい、プロスピ A やっていきますと言っておきながら、プロスピ A はやりません。というのも、なんていうんですかね、僕がこのアプリ、あ、これ絶対ずっとやり続けるわって思った決め手のね、機能がこのアプリにはあってですね、今回はそちらのご紹介でございます。僕のチャンネルね、もうかなり野球好きの方が多いと思いますので、この機能はね、野球好きにとってはたまらないし、こういうアプリって他になかったんですよね、あんまり。なので僕はガッツポーズしました、このアプリ手に入れた時に。はい、こちらの画面にすでにその機能のボタンがあるんですけれども、左下見てください、プロ野球情報というところがあると思います。こちらクリックしてみましょう。今現在ですね、日本シリーズの第何戦だ、4戦目かな、がやってる日に動画を撮っております。はい、っていうのもね、この日に撮っとかないとちょっと見せれない機能があったんで、はい。で、何かっていうと、プロ野球の情報がこの1ページというか、ここにすごい見やすく蓄積されてるんですよ。今まで僕そういうアプリをまた別でね、インストールしてたんですけど、なんか微妙だったんですよね。成績見ようとするとウェブサイトに飛ぼうとするし、なんかこういうね、なんか、まあ今からお見せするんですけど、いろいろなものが見れなかったので、このアプリにほんと詰まってるっていうところでね、はい。まあ、プロスピがっつりやりながら、試合の結果も確認できると。逆に、ま、試合の結果確認するついでに、ま、プロスピでも1試合やっとくか、野球のゲームやりたくなったらか、野球やろうみたいなことができるっていうところです。では、詳しく見ていきましょう。まず一番上なんですけど、ニュースヘッドラインとありますが、ここは野球のニュースが結構載っています。こういうね、野球のニュースだけきっちりまとめてくれるのって非常に嬉しいですね。まあ、日本シリーズの速報であったり、これ、川原淳一ね、巨人ファンとして一時期の抑えをね、頑張ってくれた川原投手が引退と、阪神片岡コーチが就任と、はい。で、由伸がついに始動しましたね。うん。いやー、それにしてもね、阪神もその若返ったし、コーチ陣が、巨人もコーチ陣も若返ったし、かなり変わりましたね。で、確か今の来年のセリーグの監督で一番年取ってるのが真中、ヤクルトの。それやばいですよね。だって真中なんて僕普通に昔のパワプロで選手として使ってましたもん。いやー、自分が年取ったのか時代が流れたのかよくわかんないですけど、というところで本当にこうやってね、詳しくいろんなニュースが読めます。例えば、そうですね、ちょっと気になるところで言うと、由伸の記事なんて読んでみますか。こうやってしっかり文字としてね、出てきます。はい、こういうのも普通に嬉しいですし、はい、これ一つ目ね。で、試合日程、試合結果と、これ日程ごとにほら、例えばこの10月1日クリックすると、はい、試合終了、試合終了、試合中止と。じゃあここで、そうですね、ロッテと日ハムの試合でも見てみますが、この通り詳しく何打数何安打何打点、四死球とか打率とかで、全然アプリ自体重たくない、すぐ一瞬で開ける。ほらこれめっちゃ良くないですか。こういうアプリって何気になかった、いや、僕が使ってたアプリがヘボかっただけかもしれないんですけど、あんまりね、ない、ここまで詳しくて見やすいやつは。で、別にね、もっと9月とか8月とか、ほらめっちゃいいじゃないですか。で、選手成績、これがね一番見たいんですよ。毎日見たい、このページ。で、しかもこのプロスピのね、画像を使うっていうところもちょっとね、いいですよね。いや、このページがすごい見たい、毎日見たい。もう特に打率の欄ね、ちょっと今年の打率、僕も本当打率中なんで、今年の打率、僕が好きなセリーグをね、確認してみましょう。川端、山田、筒子、ああもうやっぱ川端、山田はちょっと飛び抜けてんだな。そういえば筒子、最初の方三冠王みたいなの言われてたのに落ちましたね。え、ちょっと待って、今年セリーグ3割バッター3人しかいないの、マジか。てか坂本って2割7分打ってないの、15番目に入ってないけど。坂本って最終成績そんな悪かったの、あ、2割6分9厘か。2割7分は打ってる印象あったけど、結局2割7分も打てなかったのか、坂本。僕ね、今まで巨人の選手で1番っていうのはなかなかなかったんですけど、由伸屋の坂本がね、結構上位で好きだって。由伸とね、由伸引退、矢野は日ハムに行っちゃって、まあ今でも応援してますけどね、矢野のことは。ちょっと悲しいですね。いやー、今年みんな軒並み成績悪いなー。あ、鳥谷2割8分まで結局打ったんだ。すげえな、持ち直したな、鳥谷。とか、もう本当にここ見るのめっちゃ楽しいですよね。ちょっとパの、
パのあれも見よう、パのダリスも。あ、これセッパはここで切り替えボタンがありますね。はい、ないと思ったら切り替えボタンが。いや、てかパリーグとセリーグちょっと実力差ありすぎでしょ。あ、でもパリーグも5人しか、3割ってマジで一流なんだな。打ったらこう見るとセパ合わせて8人しか3割って打ってないんだな。あ、内川もついに何年連続が途切れて2割8分3厘悲しいっすね。と考えると秋山、山、柳田とか、てか近藤かわいそうやんだな。普通の年だったら首位打者取れたのに。いや、マジこのページ見るのマジ楽しい。やっぱパリーグの方が全体的に高えな。ちょ、大谷くんって結局投手難関、あ、脱三振だけ取れなかったのか。お、惜しいじゃん。あと9個差で、あ、違うわ、9個じゃないや、19個差か。則本すごいな、そう考えると。あ、防御率も 2.24 ね。西とか勝利全然勝てなかったけど防御率はいいんですね。とかもう野球好きの人って本当にここ見るのたまんないと思うんですよ。いや、盗塁とかもね。あ、荻野ね、ほんと荻野マジで70盗塁ぐらいできる素質あるのに怪我するからな。マジ入団してから1回も怪我してなかった。もう70盗塁ぐらいってか、福本豊抜く可能性すらあると最初入団した時は思ったのに。いや、鉄とすごいな。34、あ、坂本何盗塁したんだろう。坂本の盗塁数は、あ、ここはけどちょっと一つ文句言わせてもらうと、これあれですね、打率が一番左に出るんですけど、盗塁タップした時は盗塁で出してほしいですね。自分でこうやって探さないといけない、右に行っていって。ほら、見にくいじゃん。ちょっとここはちょっと一言申したいところではあるな。10個、え、坂本10個しかしないんだ。鈴木と坂本は一緒の数か。へえ、鈴木も10個しかしないんだ今年、意外。いや、とかね、本当にもう見や、ちょっと言い始めたらもうちょっと止まんなくなるわ。坂本打点7位。まあまあいいでしょ、打点7位だったら。1番打ってた時期も多少あるし。いや、とか、あ、そういえば沢村って防御率何点だったんだ結局。お、1.32、 めっちゃいいじゃん。バーネットに隠れてるけど、日本人抑えだと1番じゃん、沢村が。じゃあ、沢村抑え転換はマジで原監督の最後の功績だわ。とか、ちょっとごめんなさい。ちょっと成績の欄が長くなりすぎました。成績ね。もう僕、これ見るのが大好きなんですよ、本当に。特にシーズン中、もう毎日打率とかチェックしたい。全選手の。はい。で、ここですね。わざわざこの日に撮って、なるべく動画って撮ってすぐ出したいんですけど、ちょっと僕、確実に日知り中に動画が撮れるのがこの日しかなかったので、はい、こちら1球速報まであります。1球ごとの速報まであって、これ再読み込みっていうところだから押したらね、その変わるんですよ。はい。で、そのここね、オーダーとその日のヒット。ちょっと今日テレビ見てなかったんだけど、テツトは、あ、テツト今日3打数0安打だ。これね、前日があれです、いわゆるバトスタ5をテツトさんがやってた時です。びっくりした、マジで。その日は見てたんですけど、3打席連続ホームラン打って、ちょっとツイッターの方でね、いや、山田テツトさんやばすぎっつって、一人バトスタ5やってんのかよって言ったらね、ファボが120ぐらい来て、リツイートも50ぐらい来ました。はい。っていうのはまあいいとして、こういうところでね、その成績も見えたり、1球ごとの勝負が見えたり、あ、立山だったんだ今日。あ、3回ノックアウトか。渋いな。どっちかというとね、実はセリーグ応援してるというか、僕今ね、まあ、巨人ファンなのはそうなんですけど、僕、その前に巨人ファンの前にプロ野球ファンなんで、今プロ野球全体で一番好きな選手が山田哲人です。ちょっと噛んじゃったけど。いやー、頑張ってほしいな、ヤクルトには。とね、まあ、ここまあ、日知り中なんで1試合しかないんですけれども、ここだから6試合あるんですよね。で、ここに順位表があって、しっかり。で、その下の対戦成績っていうのもいいですよね。こう、順位とは別でこう、各チームごとで何勝何敗してるみたいなのがすぐ見えますね。確認できますね。というところで、ここまで本当に詳しいアプリとか、僕ね、なんか Yahoo のアプリみたいなの使ってたんですけど、今まで。Yahoo のプロ野球速報アプリみたいな。なんかね、こんなまとまってなかった。こんなに見やすくはなかった。本当に見やすいなっていう。ここが非常に気に入ったっていうね、プロスピで。正直言いまして、プロスピもうちょっとなんか工夫してほしいなっていうところはあります。現状ガチャと試合しかやることがないので、まあ、パワープロだったらそこにサクセスが加わってくるじゃないですか。なんでやっぱパワープロと比べちゃうと、どうしても、まあ、もちろんね、グラフィックとかはね、すごい。ホームも本当にこんなに似せれるんだって思いましたし、もちろんすごいんですけど、もうなんかね、一工夫、ひね、
ひとひねり、まあもちろんね、まだリリースされてまだね1週間とかぐらいしか経ってないんで、それはねそうなんで、これから期待ってとこなんですけどね。まあ僕はおそらくこのアプリは消さねえだろうなっていう。で毎日ログイン消さないし、まあオフシーズンはもしかしたらその毎日か分かんないけど、シーズン中は絶対毎日このプロ野球速報っていうとこ見ちゃうんで、石溜まって毎、まあガチャも引けて楽しいゲームだなっていう。何の動画でしたか、何の動画でしたか、質問しちゃった。はい、ということで、もうプロ野球ファン、もう僕のチャンネルのねプロ野球ファンの皆さんにぜひともお伝えしたかったプロスピ A のプロ野球情報っていう機能でございました。本当にね、あの実際自分でも自分の目でも確かめてみてほしいんで、まあちょっとチュートリアルだけはクリアしないといけないんですけど、ぜひねこれ本当に僕がそのこういう系統の、こういう系統のアプリでもそういう系統のアプリでもないんですけど、一番今まででいい感触を得たので、このプロ野球速報の欄でぜひとも皆さんねダウンロードしてみてはいかがでしょうか。といったところで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。